改めて、山下博さんの不当逮捕についての受け止めをちょっとお話しいただければと思います。ですね、やはりこの山下博さんたちの、逮捕というのは次々に罪名が切り替わっていること、そして非常にこう長期にわたっていることで、不当なものだと思います。一つ一つの罪名をチェックしてもですね、とってもなんか納得できるようなものではないですし、一番最新のその、辺野古のゲート前でのレンガを積んだという件についても、これについてもこうその場でに警察はいて、ずっと見ていたはずなのに1年も経った今、逮捕するというのは何としても山城博司さんの交流を長引かせて、運動に対するその、圧力にするような手だと思わざるを得ません。私よりもむしろそのこれに関しては刑事法の専門家たちが、63人も連名で声明を出しているので、そちらの方が、専門性が高い人たちなので、すごく説得力があると思いますが、一市民の目で見てもこれは不当なんじゃないかと考えています。その声明出された、思いなどちょっとお聞かせください。はい、私たちFOE ジャパンは国際環境 NGO のネットワークの一員です。で、フレンズ・オブ・ディ・アース・インターナショナルという、世界で76カ国の、環境 NGO のネットワークがあるんですが、そこが先日声明を出しました。で、その声明の内容というのは、山城博司さん の今の逮捕長期拘留、弁護士以外の接見の禁止という、こうした状況はに対して非常に憂慮すると。で、これはその人権的に見ても、そしてその民主主義の観点からも、沖縄の現在の状況を踏まえると、アメリカの米軍施設や米軍基地のその反対運動に対する弾圧であるので、国際的にもこの、憂慮するという そういった趣旨の声明ですね。で、これには背景がありまして、なんでその環境 NGO がそんな声明を出すんだろうと思われる人もいるかもしれないんですが、今世界的に見てもですね、いろいろな国々で、例えば先住民族の、使っている森を守る、あるいはダム建設に反対をするというような環境運動をしているリーダーたちが政府が関与しているとみられるような勢力にいろいろ弾圧を受けているんです。一つ一つ話すと長くなってしまうんですが、世界的に見てもすごく今そういった流れがある中、日本においてはその米軍基地米軍施設の建設の反対運動、しかもその平和的にですね、地元の住民の皆さんとともに沖縄の人たちが自主的にやっているその反対運動に対する威嚇ですか、そういったものなんですが、それはそのやっぱり環境を守る、環境 NGO の立場からはしても、環境というのはやはりその、地域の人たちの資源でもありますし、将来を作っていくため その大事な地域の人たちの暮らしと密接に関わっているものなので、それを守るのはやっぱり民主主義というか草の根の人たちの運動だと思うんですね。だからその環境 NGO の立場としてこの状況を放置できないということで、フレンズ・オブ・ディ・アース・インターナショナルが声明を出しました。ありがとうございました。ありがとうございます。